難しすぎじゃんか。オラ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 、神様もう怠けたりはしませんだから不労所得で非課税の5000兆円かイケメンで適用な婚約者をください。すぐに落ち込んで泣いちゃうことだって赤ちゃんじゃ仕方ないね。私メンヘラじゃないもん、鼻炎なんて言わないもん、有り余ってヘラる感情なんてなえるしばえらいもういらない。私メンヘラじゃないもん、地雷だって少ないもん、くずり出してうざい、あー嫌い、うるさい、待てないもん知らない。明日の予定だったりさ、今月の生活費だとか気にしすぎてマジやむ。誰にも愛されてない、自分が好きじゃないけれども、私メンヘラじゃないもん。時々ガス代払えない、 iPhone がバキバキ、回しても推しが出てこない、毎日がエブリデイ。ああしろこしろあだこうだって余計なアドバイス、タコライスイカライス、マジムカ使えずムナ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 、天性の惰性が個性だし修正する理性は全然、なんだかそこそこゲームの申請素直になれないこのご時世。マニアになって逃げ出すことだってポンコツじゃ無理もない、じゃないもん涙なんか見せないもん、せちがないからほらダラダラとゆるく毎日を生きてるだけ。私メンヘラじゃないもん、パオンなんて言わないもん、あり余ってへらる感情なんてなえるしなえないもういらない。私メンヘラじゃないもん、裏だって少ないもん、くつり出してうざい飽きない、うるさい待てないもう知らない。スキピのスキピだったりさ、友達いない悩みにはストロングしか勝たん、誰にも愛されてない、自分が好きじゃないけれども、私メンヘラじゃないもん。じゃないもんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。